申し状とは、会の者から上位の者に向かって差し出される、上申のための文書様式。元来は、申し文と同義語であったが、後世においては、天皇、大上官への簡易申請などに限定されて、用いられるため、申し状とは区別される。公式例には、非官官視より、所官官視に上申する際に出される会と呼ばれている、書式が存在したが、 当時の日本では未だ文書行政に馴染みが薄く、個人から監視に対する上申にも公式例的に誤った書式である会の書式が用いられる場合があった。平安時代中期頃より会に感想の一種である受けその書式を組み合わせた会文と呼ばれる書式が登場するようになる。これは会の書き出しに受け、上という一文を挟んでから本文を記すというもので、 在地の住人が国史や召喚の不正などの集団を中央や省エ領主に訴える場合などに用いられたため、憂い文、憂文上とも呼ばれた。ただし、海文、憂い文などの語は鎌倉時代に入ると次第に用いられなくなり、変わってより簡便な書式である申し状が用いられるようになった。申し状は書き出しを、さることもしくは、防本上。 こと、書留を、なお上助見もしくは、なお文上助見となる文章で言上という語が用いられている場合には言上上とも呼ばれている。文章も、公文書の書式から離れた和洋館文体が用いられ、後世には金文字で書かれた文章も出現する。中世に、主に裁判における訴状や解文を継いで在地の住人が国史や召喚の不正を訴える場合や、 年貢の減免などを求める場合に用いられた。15世紀になると完全に律令制以来の公文書の定裁から逸脱して、騒浪文体に変化し、書き出しは、賢猿条項もしくは禁上皇、金猿条項、書留も、教教禁言もしくは、教行禁言、日付下に、差出状の文字を入れ次に宛名を書く申し状が、主流となる。ただし、武器政権の下で、訴状、 陳情と呼ばれる、訴訟文書の形式が成立するようになると、訴訟に申し状が用いられることがなくなり、近世においては単に身分、職性が下位のものから上位のものに差し出す特別な意味を持たない一般的な文書のみを指すようになった。日保辞書では、あることについて申し立てた書状、または書き付け、日本大文典では、 身分の劣ったものから極めて高い方へ差し上げる、早調な書状と定義されており、公的な意義については触れられていない。ありがとうございます。